おはようございます、釣り子 TV です。これエバーグリーンファクトの沈む虫って言ったらいいんですかね、ゲジ、これ買ってきてみましたよ。エバーグリーンの動画でね、これの水中映像とか釣り上げてるシーンなんかを見てね、あ、これはいけるんじゃないかなっていうことで、っていうのもね、結構ね浮いてる虫で最近ね、いろいろやってたんですけど、なんかバスが目線より下を見てるんですよね。でこれの水中動画っていうのが、その下の方に行くゲジに向かってバスが頭を下に向けて追いかけてってバクバクってね食べる、そんな映像をねいっぱい見ることができたんで、これはちょっとね自分が行く釣り場にも合うんじゃないかなっていうことで、じゃあねちょっと開けてみたいと思います。こんな感じのねブリスターパッケージに入っていて、一匹出していますかね、こんな感じね。あー、なんかね独特な触り心地、うん、柔らかすぎもせず、かといって硬くもないんだけど、なんかね張りがあって、このちょうどいっぱいある手をねピリ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 動かすのに良さそうな、そんなね感じですね。オフセットフックで根がからないような仕様にしてちょっと使ってみたいと思います。じゃあ、早速使ってみたいと思います。よし、ゲジー、ゲジフィッシュ、ほほく、ガリガリガリクソンだね。あー、はい、ナイスゲジーフィッシュいただきましたね。ちょっと表面に見えなかったから沈めたらね、スーって糸が走りましたよ。この手のこのプルプルが効いてんでしょうね。じゃあすぐ逃がしてあげます。いや、細い細長い渓流みたいなバスね。はい、じゃあ逃がしてあげます。ゲジフィッシュ、えい、